時は江戸、侍が確かに存在していた頃、変遷し喪失し、そしてまた決して変わらずある。今時勢に揺さぶられるこの町天原、流れ着いた侍が一人。たちがお前に口の利き方ってもんを教えてやるぜ。てめえか。天原じゃ顔が利くんだ。見逃してくれりゃあんたにもいい目を見させてやるからよ。な、いいだろ兄貴。許してくれ。あ、ありがてえ。助かった。さすが兄貴、同僚が広いぜ。天原で何かあったら青戸組に顔を出してください。兄貴ならきっと犯罪も農家分も喜んで雇ってくれるに違いねえ。それじゃあ俺たちはこの辺で。おい、行くぞ。
そうだ。ふざけるな。ふん。